ではここからは声優と遊びにゆかりあるゲスト声優の方をお迎えしていきたいと思います。登場していただきましょう、こちらの皆様です。すげえ、すげえ、なんだよお前、なんだよ、なんにもわかんないよ。こんにちは、お願いします。座っていいですか？もちろん座っていただきたい、座っていただきたい。座っていただきたい。お客さんそちらで大丈夫です。いい時に来てくださいました皆さん。もう我々ね、もうガソリン切れそうですね。バタバタしておりましたので、ご挨拶伺えてない方もいらっしゃいますが、おはようございます、ご無沙汰しております。本日はよろしくお願いいたします。さあ、というわけでございまして、夜遊びのゲストに来ていただいたことのある皆様に来ていただきました。何曜日と何かしたかってのは覚えてますか？じゃあまずはカジ君。僕ですか？なんかね、さっき呼び込みの時ゆかりがあるって言われたんですけど、僕一回しか出てなくて、しかも4年前に、あの、絶対前、小野ゆうきくんと大坪さんの会に出させていただきまして、何したか覚えてる？なんかね、スイーツ、小野くんといえばスイーツで、スイーツをかけてダミーヘッドマイクで、なんか甘ったるいことを言わされた気がします。なるほど、カジさん、そうです、4年経ってもね、当番組であんま変わってない同じテンションで、いや、いいじゃないですか、久しぶりにお邪魔します。はい、お願いします。大久保君がずっと何か言ってんだけど、誰か拾ってあげてよ。何ですか、いいね、喋ってるんですよ。俺、こっからガヤにもあるから、ほっといて、ほっといて、ほっといて、今ちょっと言ってる。俺の後ろで言わないで、いいね、やったけやったけど、大丈夫。さあ、そして三ツ矢さん、そして和彦さんにもね、来ていただきましたが、和彦さんと三ツ矢さんも初登場が4年前、一緒に出られた。僕も1回しか出てない。1回同じですね、4年ブロマイドを取るとか取らないとかの時だよね。えブロマイドを取るとか取らないとか、あったね。ね、そうそうそう、ブロマイドを取ったんですか？そう、ブロマイドっていう、ブロマイドのマルベルドの人が好きで、そう、マルベルドだ、ブロマイドじゃない、ブロマイドのブロマイドってことをしたんですか？マルベルドが来てくれて、写真を撮ってください。なんとそのお二人が登場なさった回の VTR があるそうで、そちらも見てみましょう。4年前ですかね。いや、今日2人大物のゲストが来るっていう話になってるんですけどね。ああ、どうもなかなか姿を現さないですね。いないですね。なんかカメラマンさんの格好がちょっとフォーマルすぎません？なんかあ、井上さんじゃないですか。さっきからしかもなんかカンペ出してんのがこれ見てください、ほら、わっ、三ツ矢ゆるじさんじゃないですか。バレちゃったバレバレですよ。うまい棒なんだそれ。うまい棒、うまいのか、うまい味のする棒だよ。何が聞きたいって、ろうそくと縄ならどっちがいい？ろうそくと縄か、そうだな、どっちもいいけど食べるな、すごい食べるな。はい、ね、ユージはろうそくか縄ならどっちがいいの？あのね、ママ僕ね、どっちかっていうと洗濯バサミ洗濯バサミじゃダメ。ちょっと軽く縛っておきますか。じゃあ、じゃあ、三谷さん、後ろでなりますか？僕、こんなに怖いよ。一時、関さんが異常に分かりました。じゃあ、ちょっと軽くしまっておきます。何なんすか、この番組。井上さんも、そりゃそうよ。で、井上さんもちょっと縛って。私がこんなに縛られたんだから。そうなんですよ。何でだろう。そういうことは生々じゃないですか。ユージじゃない。そうね、元ボーイスカウトだからね。ボーイスカウトいいですね。じゃあちょっとこんな感じで、はい、あ、そうです、そうです、顔近づけて、もっともっともっと近づけて、縛られてよかったね。なんか意外となんかやらしくないですね、コント色が。そうですね、可愛らしい。いや、すごい、素晴らしい、すごい。いやー、なんでしょうね、いきなり高火力のものを見せつけられてしまいまして、そうです、ね、今のどんな気持ちで見ていたのかちょっと三上に聞きたいんですけど、でも正直あのブロマイド絶対売れると思うんですよね。あ、そっち側の人だったね。
で、メガネちゃんもね、もちろんもともと MC やってらしたし、ね、ちょいちょいゲストでも来てくれたりもしてますから、はい、そしてその横のおっかね姉さんは何してるの？おっかなくないですよ。私は高橋千秋さんとスミペイの番組で、はいはい、酔っ払ってダメヘア壊しかけました。赤坂さんですね。よろしくお願いします。赤坂さんと衣装の色どっかも本当だ、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 本当に、すいません。仕事を見たら兄弟でしたもんね。すいません、もう。まあ、そして小西さんも来てくださいましたが、はい、小西さんもいろいろゲストに来てくださっておりますが、つい最近1回だけ来ました、ね、テンションどうした？漫画の話をしましたね。漫画の話をよくしに来ただけなんだけど。そうそう、最近小西さんね、それも1回だけなんですよ、漫画の話をよくしてる。そう、漫画の話しかしない。友達じゃないですか。というわけで、先ほどから MC やって浪川さん、そして森久保さん、そして中丸修吾、僕も含めまして、このメンバーでいろいろやっていきましょう、はい、人気声優大集合祭りでございます。よっしゃ、ありがとうございます。さあ、ここから先はですね、皆さんをですね、4チームに振り分けたクイズ大会をやっていきたいなと思います。クイズやゲームで対戦してもらい、合計獲得ポイントで優勝チームを決定。優勝チームには獲得ポイントかける1000円。獲得ポイントかける1万円と書いてあるの？おい、細かくない1万円と書いてあるだろうがよ。急に執着、金への執着、金執着しないで何に執着するんだよ。1万円にします。これはテロップの人が1万円って書いたから、もうそっち流れちゃってください。僕は無視、1万円です。中米ですよ。獲得ポイントかける1万円の賞金を申請します。明日が声優28時間テレビの他に、声優大集合クイズをつけてツイートしてください。よろしくお願いいたします。さあ、1000円だったらね、みんな盛り上がらなかったかもしれませんが、1万円だとちょっと盛り上がるでしょう。いやもう、というわけで、すごい額。でも大事なのはチーム分けです。というわけでございまして、チームの方を発表させていただきます。まず井上さん、はい、井上さんチームは和彦さんと浪川さん、よろしくお願いします。上からすいません、失礼いたします。よろしくお願いします。まあ、浪川さんが漢字読めない分、和彦さんがフォローするということになります。そして次、三ツ矢さんのチームですね、はい、三ツ矢さんのチームは三ツ矢さんと明坂さん、そして三上さん、お願いします。一番可愛いチームです。可愛い、一番可愛いチーム。ぶっちぎり可愛いです。そして次はですね、小西さんと梶さんのチーム。おお、よし、よし、よし、よろしくお願いします。梶さんに任せた。チーム、チーム、お願いしますよ。頑張りましょう。そつなく何でもできちゃうチームです。頑張ります。そして一番最後が残った森久保さんと中丸修吾。残ったっていうのやめてくださいよ。あと森久保さんが若干スイッチを切ってます。ちょっとそうなんですよ。手抜きしないと今休めるなと思って。今一回力蓄えとかだけじゃないんですよ。長いからね。頑張ります。はい、というわけでこちらのチームでやっていきたいと思います。それではまあね、もう早速皆さんの準備もできているというようなので、一つ目の問題、こちらをやっていきたいと思います。問題はこちらでございます。ドン、正解は前野智明。どういうことですか？なんでですか？どういうこと？違います。クイズ、正解は前野智明です。まずはこちらをご覧ください。後ろに出てますね。これ後ろ出ちゃった。楽屋にいる前野智明です。前野画面にもモニターにも出てました。今前野さんはですね、これ今何やってんの？ライブ中継、これ多分今は楽屋でエゴサですね。今の映像なんだ、これ。これナウです。これ前野智明ナウです。でもよく現場で前野君と会うと大体この姿勢でいますよ。大体あれだね。大体これです。嘘偽りなくこれですね。本人は知らないの？それは現状何も分かってないです。今前野さんは何も伝えずに楽屋に閉じ込めてあります。というか、まあ、楽屋に入れております。そして今からクイズにされることも知りません。その前野さんに今からいろんなお題を振りますので、それに彼がどう答えるのかを予想してください。なるほど。そうすると答えを言えばいいね。そうです、はい、1問正解につき2ポイント獲得。まあね、人数もいますからね。この2万円だ。2万円ってことですか？2万円すごいですね。1問正解につき2万円獲得。すごいポイントって言っちゃいけないよ。やっぱ万円ぐらい盛り上がる。1問正解で2万円って言ったら2万円じゃん。すげえ。2ポイントったらって思うから2万円。2万円すごいですね。この問題は各チームで相談していただいて回答していただきたいなと思っております。では1問目早速やってみましょう。1問目はこちらでございます。今回の出演者の中でルームシェアするなら誰？今回の出演者の中でルームシェアするなら誰？これを前野さんに今から聞きたいと思います。これチームで
一つも回答そう今から回答するだからもうお話し合いをしちゃってくださいなんか出演者ってどこまで入ってんの、はい、フリップに書くの、まあ、ここです今です今ここのスタジオの中にいる人、はい、和彦さん、三谷さん、小西さん、加塾、周吾、森久保さん、明作家、三上、そして並川さんじゃあ、そうですね、上の段にもじゃあフリップいただけますだから全部ね、そこに来ちゃってるこちらにそこに1個ずつもらえばいいんですよ1個もありますで、それ1個ここに来ちゃってこっちはこっちはああ、ある ちょっとこれをまあでもあれですかね、2人で、あ、チームで1個の答えですからね鋭いと思う誰がいい結構金子さんと並川さんがマジで相談してますね誰ですかねオープンすぎるでしょ一応ここはもう真剣に考えようぜありがたいですねあの 森久保さんがスイッチ切ってる分小西さんが頑張ってくれてますだって喋った方がいいかなと思ってこいつ完全に休もうとしてるんだもん確かにねあんなに丁寧に翔ちゃん初めて締め締め締めいやいやいや飲み会の後半と同じ顔で飲んでねえよこの後出るから知らない飲んでねえよやめろえ皆さん考えてくださいね、ぜひぜひ簡単ですよ、そうそううん、え三上は三谷さんとコミュニケーションを取ることがある楽屋で挨拶をさせていただきまして、はい、明さんかも、はい、あ私実はあの明ちゃんとはね、そう、はい、一緒にしたことあの音響監督として10代の頃お会いしてるんですそうなんだどうでしたその頃の明坂はどうでしたか元気で元気ちゃんとや言われたことは守る子でした今の明坂を見てどう思いますかうん、よく育ったなってありがとうございます、はいはい、さあ皆さん答えは出揃いましたかね、OK はい、じゃあこれ一斉にどうですか1名ずつ、じゃあどこから行きましょうかねじゃあいや、シューゴンズのおかげにはしよう、はい、これはもうね、絶対これですね森久保さんと相談して決めました、はい、こちらです、ドンやっぱ安本さん、要するにコンビも組んでたしね前田さんの選んでくれたらそれは矢田さんが嬉しいですよ、僕は、うん、選んでほしい、うん、なんじゃないですかね前田選んでほしい、うん、MC も選手だって二人で そうです、もうそういう気持ちになってます、うん、前田選んでくれと思ってます、うん、では続きましてコニーさんと書いてみましょう、はいはい、私たちが考えた答えはこちらです、はい、ベベンいやまあでもなんか彼だったらちょっと角度の違う答えしそうなんで、うん、いや誰でも嫌ですねって言いそうな気がします。あり得る。答え。それはあいつが言ったことが答えなんだもんね。そうそうそう。何もあるんですよ。2万円どこれで。何ですか。可能性はあります。じゃあ次はじゃあ三谷さんにちょっと答え見せていただきましょう。お願いいたします。はい。明ちゃんと美香ちゃんのアドバイスをいただいて。安本さん、ありがとうございます。なるほど。これはどんな心で？いや、 やっぱりなんかこの夜遊びで一緒にずっとやられてたっていう印象が強いので、うんうんでね、あとこのウェイみたいな仲良さそうな印象。ウェイ。一緒にお酒をね、飲まれたりとか料理も作ってくれるっていうメリットが、確かに相性はすごいいいと思います。わかります。嬉しいことですね。これで選ばれた方ちょっとどんどん悲しくなります。じゃあ続きまして、じゃあ並川さんに見せていただきましょう。はいはい、我々の答えはこちら。カズ君。あら。その心を、やっぱり無理っていうのかなと思ったんですよ、ね、だから、うん、その話もしたんですけども、はいはい、でもあとは森久保さん説もあるかなと思ったんですが、うん、俺もそれはねちょっと、うん、そうだけど和彦さんがカジ君っていう、うん、いい声で言ったからもうだって俺が前野君だったらカジ君と住みたいうわっやったもんちょっとですね別に和彦さんが前野である必要がないいいんだよ和彦さんが前野君だからカジ君なんで一回前野君そうだな和彦さんがカジ君って言ってたからカジ君なんだよいやもう僕前野君のことはどうでもいいんですよ和彦さんにそう言ってもらうなら今日僕仕事終えましたなんで和彦さんが僕が前野なんだ一回挟むっていうねありがとうございますさあというわけでじゃあ、ね、さ皆さんの答え出揃いましたので、はい、早速正解の方見てみましょう、はい、正解こちらです正解わかんのこれ今から聞くんじゃないですか、うん、聞くのスタッフさん来るのかなこれだってライブなんでしょ生々しいしないなんかこれどっから入ってどうやって答えてどっから入ってんのどこからこれ楽屋なんか楽屋あれスタッフさん怪しい怖っ怖っ呪ったなこんにちはあ、こんにちは今回の番組の出演者の中で、はい、並川さん、森久保さん、はい、安本さん、中村さん、井上さん、三谷さん梶さん、小西さん、はい三上さん、明坂さん、はい、の中で一緒にルームシェアするなら誰ですか？ルームシェア？
誰かと誰かと住む的なやつですか。はい。優しいな、まあ、なんとか考えて。基本あんま一人が好きな感じなんで、あんまあれなんですけど。